はいどうも、テケテケです。はい、とつて暇になりました。暇になったんで、放置少女の世界をもっと深掘って見ていきますか。はい、こちらホーム画面ですね。まあ、ヨウユキちゃんが首相ちゃん官邸にてお出迎えしてくれてる、まあ、よくある光景ですが、まあ、今フォトショップという画像加工ソフトのところにこのホーム画面の画像を切り抜いて貼り付けてるんですが、まあ、最近このフォトショップの AI 機能が凄まじいことになっていると、まあ、具体的には今この映ってる画面あると思うんですが、まあ、この画像縦長になってると思うんですが、そのせいでまあお屋敷のこの左右どうなってるのかまでは確認することができず、まあ、このヨウユキちゃんが僕たち私たちをお出迎えしてくれるこの屋敷の全体像ですね、やっぱり首相という立場としては知っておきたいと、ああいう時にこちらですね、フォトショップのベータ版を利用して、ここにある切り抜きツールを選んで、画面をタップすると、まあ、こういう風に拡張することが、できて、まあ、こんな感じで広げたいですと、広げていくわけですが、でここでこの下に出てきた生成っていうボタンですね、これをタップすると、まあ、左右のこの今広げた空間を自動で AI が保管してくれるんですね。まあ、おそらくこんな感じになってるだろうと、ちょっと押してみますか。まあ、ちょっと待ち時間ありますが、AI が全部考えてくれて、まあ、このヨウユキちゃんのお出迎えしてくれてる館の全体像が、こんな感じで、この門の形とか、あ、こうなってたんだと、自動保管してくれると、あ、こういう鳥居みたいなタイプだったんだと。で、屋敷の奥の方にベールに包まれたなんか怪しげな空間があったり、まあ、ヨウユキちゃんとこんなところに住んでたんだなと、わかる画像を提供してくれるわけですが、まあ、これを利用して放置少女の世界を暴いていこうと。突然ちょっとどんどん見ていきますか。お次はこちらですね。同じくホーム画面の、まあ、首相ちゃんの寝室のような場所、ここも広げていきましょう。ちょっと今回左側だけ広げてみますか。こんぐらい、これで見てみましょう。なんか棚みたいの出てきた。だいぶ雑に棚の上物並んでますね。このヨウユキちゃんが映ってる画角までは綺麗なんですが、このもう画角に映ってない左側に普段の生活感のあるもの全部寄せたみたいな、これも YouTuber の住む部屋ですね。画角の範囲内だけめちゃくちゃ綺麗っていう、いやちょっとだらしないとこバレちゃいましたね。じゃあホーム画面じゃなくて副所者の立ち絵見ていきますか。いやこれもめちゃくちゃ気になる。あやめちゃんの部屋、もうこの子に関しては撮影用に部屋きれいにするとかもうそういう概念ありませんから、もう楽しければいいと。逆にそういうこの部屋の奥行きどうなってるかね、めちゃくちゃ気になりますね。ちょっと見ていきますか。ひどい。想像の5倍ひどい。いやもうひどいな。いやこれさすがに気になるでしょ、もうこんな綺麗な服着てんだから。で虎年の子なんで虎には優しいんですけど、キリンに対する敵意が怖い。じゃあお次、信長ちゃんのMRアバターですね。まあ、転生して番長になった信長ちゃんですが、まあ、おそらくこれ教室ですが、まあ、だいぶ物騒な感じになっちゃってますが、まあ、その周りどうなってるかですね、見ていきますか。カバン長っ。いやこれ不良が持つカバンじゃないのよ、何か手に職がある人が持つカバンなのよ。特別な技術があるこの学生バッグ。なんか机もあれ教室の机だと思ったら横にかなり長い机になってて、で上になんかアイロンみたいの置いてあったり、左下に道具箱みたいのがあったりして、これ多分信長ちゃん不良じゃなくて手芸部ですね。この格好も衣装ですね。なんで、文化系の優しい子でした。じゃあお次、 MR アバター超運ちゃん見ていきますか。まあ、これ難しいのが重力が反転してビルなんかが画角の上の方にあるんで、これを AI がちゃんと識別できるのか、まあ、そこも気になりますが、やっぱりねこの空に浮いてる大量の器物たちが、まあ、その他どんな風になってるのかですね。すでにイラスト自体がカオスですからね、これそっからさらにどうなっていくのか。うん、髪めっちゃ長。この子髪がものすごく長かった。それそっち行って折り返して戻ってきてたのね。だるま2個あるし、なんだこの地域は。もうこれは AI じゃなくてイラスト発注者の方へなんですが、そもそもだるまそんな転がってないだろう。今更ですが、いやでもビルの感じとかよく複製できてますね。いや素晴らしい。じゃあ逆にこんな感じで寄りの絵ですね。これ車に乗ってるもがみちゃんですが、寄りすぎててこれ AI が車と判断できない可能性あるんで、いやこれ厳しそうですね。まあ、ちょっとここら辺なんかが車のエアコンなんかになってて、まあ、こういうところうまく判断したり、この奥に車があったりで、まあ、あとはこのもがみちゃんのラグジュアリー感で、まあ、なんとなく AI が判断できていればもう人間並みの洞察力があると言えますが、まあどうなってるか。こんぐらいですかね。車全体映そうと思ったら、行ってみましょう。うわすごい、ちゃんと車っぽくしてる。ここに仕切りつけて、ちょっとメタリックすぎですが、いやこれはこれでもがみちゃんらしいし、なんかちょっとこの右側のここに給油口みたいのもあるし、えすごっ。まあちょっと運転席とハンドルないんで、まあどちらかっていうとインスタ映えするオブジェですが、いやでもこの再現度はすごい。いやバラなんかもここ見切れてた部分しっかり保管できてるし、いやちょっとこれはすごい。やっぱりね、ちょっともがみちゃんぐらいの美貌を持ったキャラクターを前にすると AI も本気を出すということが見て取れますね。じゃあ美貌といえばグキ姉さんですね。MR 暴かして放置少女界背面スタイルナンバーワンとの呼び声も高いグキ姉さんですが、ここでも本気を出してくれるか、見ていきましょう。本気出しすぎ、全力で自分の女にしようとすんな。もう願望の力すごいっすね。
まあ、よく何か夢とか目標を達成したいときにはありありとその達成したシーンだとか状況っていうのを頭の中で映像でイメージできるようにしろって言いますが、はい、その答え具体例がこちらですね。自己啓発本の頂点がこちらになります。はい、じゃあお次マーリン。いやめちゃくちゃかっこいい、普通に好き。はい、エイトクちゃん。いやシンプルでこれもめちゃくちゃいい、めちゃくちゃエイトクちゃんっぽい、この何もない感じ。はい、じゃあ同じ机でもナタちゃんはどうか。ちょっといじめすぎじゃないこれ。竜の上になんか漬物石とか重たそうなものがいっぱい乗っかってますが、これ大丈夫そうですか。もう宿題終わるまでゼガヒでも返さないつもりですね。いや恐ろしい子だけど AI よく分かってますね。顔に落書きしたりひどいことしてるなと思ってましたが、画角の外こんなになってるとは。いやアザイナガマスちゃんのジムのシーンですね。いやこれはちょっとジムの形で大体決まってますからね。まあ AI さんも分かるんじゃないですかね。うん、廃業寸前。もう撤収前の最後の一台なのよ。どんな目で見たらいいこの頑張りを。まあ、こんな状況でもトレーニングするアザイナガマスちゃんだからこそ結婚家であれだけ強くなれたんでしょうね。はい、じゃあ最後に月影ちゃんの新アバターですね。いやこの立ち絵めちゃくちゃ好きなんですけど、仲間連携ができた時のやつですね。まあ、仲間連携のストーリーとして、まあ、友情パワーじゃないですけど、みんなで旅行に来て枕投げで楽しんでるシーン、さぞ仲間との楽しい枕投げのねシーンになってるんでしょう。いやこれ楽しみですね。うん、ぼっち。するおすおす。